ここなら釣れそうだな。それ。しまった。それ。しまった。まずまずかな。それ。しまった。それ。しまった。おや、あなた方は。な、さっきも。確か、クロスベル市で貿易商をされている方ですね。村長からお聞きになりましたか。はじめまして、ハロルド・ヘイワースと言います。クロスベル市で小さな貿易商を営んでおりまして、皆さんもひょっとして買い付けにいらっしゃったんですか。いえ、自分たちは。警察の方だったんですか。これは失礼しました。しかし特務支援課、どこかで聞いたことがあるような。そうです、クロスベルタイムズ。はは、やっぱり読まれていましたか。そのお恥ずかしい限りです。そんなに恥ずかしがらなくても、設立されたばかりだというのに頑張ってるみたいじゃないですか。あの記事だって確かに少々皮肉めいた書き方でしたけど、あなた方の頑張りを好意的に捉えていたと思いますよ。そうですかね。好意的に解釈すればそう取れなくもないですが。書いた本人を知ってるから素直にはうなずきにくいかもな。しかし狼型魔獣ですか。医科大学でも聞きましたが、少しばかり心配ですね。ハロルドさんは医科大学の方でもお仕事が。ええ、病院で必要な備品を下ろさせてもらっているんです。あちらでは怪我人が出たという噂もありますし、それに鉱山町でも被害が起きているそうですね。ええ、現在警備隊の方で捜索が行われているみたいです。そうですか。そちらの方にも近いうちに挨拶に伺わないと。そういえば随分良心的な価格で特産品をお買い上げになったとか。村長から聞いたんですか。別に事前とかそういうわけでもないんです。蜂蜜をはじめこの村の特産品は最近評価が上がっていましてね、これを機に少しでも村の方々の印象を良くできればと。なるほどな。商売は信用第一、そういうわけですか。
いい商売をなさっているみたいですね。いや、私などまだまだ駆け出しもいいところですよ。しかし申し訳ないですね。もう少し皆さんのお役に立てる情報があればよかったんですが。いや、そんな気にしないでください。すみませんでした、時間を取らせてしまって。いえいえ、聞き込み頑張ってください。これで一通り聞き込みは終わりでしょうか。ああ、こんなもんだろ。しかし、思ったほど大した情報は聞けなかったな。目撃情報はともかく、狼の遠吠えでも聞いてるやつがいないかと思ったんだが。そうね。まあいい。とりあえず、この村でできる捜査は終了だ。次は医科大学。一旦町に戻るとしよう。ええ、わかったわ。さすがに帰りは歩いて帰りたくはないけど。同感です。というか面倒くさすぎですまあ仕方ねえか。それじゃバス停で次の発車時刻を調べてみよう。次の時刻は30分後か。また微妙に中途半端な時間だな。宿酒場に戻って一杯引っ掛けるのもやりにくいし。それ以前に勤務中に飲酒はどうかと思うけど。ティオ、どうかしたの？いえ、何か遠くで聞こえた気がして。すみません、センサーを最大にしてみます。少し静かにしていてください。ああ、アクセス。すみません、気のせいだったみたいです。いや、それは別にいいけど、最初に聞いたっていうのは一体どんな音だったんだ？それが何かの遠吠えだったような気が。そいつは例の狼型魔獣？いえ、ただの聞き間違いかもしれません。センサーの誤動作という可能性もありますし。どうする？この付近を捜索してみる？そうだな。ティオ、そのセンサーの感知範囲はどのくらいなんだ？そうですね、およそ50セルジュといったところでしょうか。ただ音が風に乗っていた場合、その倍になる時もあります。ふぅ、そんなにあんのかよ。そうなるとどこから聞こえたか皆目見当がつかないわね。ああ、現時点では気に留めておくしかないだろう。あの、私が聞き間違ったって思わないんですか？え？でも聞こえたんでしょ？私の主観ではそうです。でも普通の人には聞こえない音が私にだけは聞こえた。普通は嘘とか気のせいだって考えるものなのでは。と言われてもな、ティオスケがすごいってのは俺たち全員が知ってるしな。えそれにあなたが嘘をつく理由なんてどこにもないでしょ。まだ短い付き合いだけど、ティオには何度も助けられている。俺たちが疑問に思う余地なんてこれっぽっちもないと思うけどな。すみません、変なことを言い出したみたいです。今のは忘れていただけると。ああ別に構わないけど。おや、皆さん。ハロルドさん。
もしかして皆さんもクロスベル市にお戻りに？ええ、そうですけど、ハロルドさんもお帰りですか？ええ、妻と息子へのお土産も確保しましたしね。そうだ、皆さんはバスをお使いですよね。次の発車時刻は何時ですか？時刻表によると30分後くらいですね。一緒に俺たちとここでだべってますかい？ああ、実はそうだな、5人だったらギリギリ大丈夫か。皆さん、よかったら私の車に乗っていきませんか？クロスベル市までお送りしますよ。すみません、わざわざ送っていただいていいんですよ、ついでに送るだけですし。しかし、自分の車を持ってるって相当すごいよな。まだまだバカ高いんだろ？このクラスの自家用車なら確か80万ミラくらいかと。80万ミラ、そりゃすごいな。一応貿易商としての仕事の道具でもありますから。バスを使ってもいいんですけど、どうしても時間の融通が効かないことが多くて、去年思い切って購入してしまいました。それ以外にも理由がありそうですね。待っている奥様と息子さんに一刻でも早く会いたいとか。参ったな。なるほど、お土産もまめに用意してるみたいだし。いわゆるマイホームパパというわけですね。いや、とんでもない。どうしても出張が多くて、妻と息子には寂しい思いをさせてしまうことが多くて。息子さんはおいくつなんですか？今年で5歳になります。まだ日曜学校に入る前ですけど、もう好奇心旺盛で、いろんなものに興味を示しては妻の手を焼かせていますよ。へえ。お幸せそうですね。それはもう。それに私は、私たちは幸せでなくてはなりませんから。え、あ、いや、すみません、こちらのことです。おっと、歩道を抜けますね。右に曲がりますから、皆さんどうかお気をつけて。ありがとうございます、こんなところまで送っていただいて。いいんですよ、それこそついでですしね。皆さん、どうか捜査の方頑張ってください。応援させていただきますよ。ありがとうございます。応援していただけるのなら、今後何かあれば私たちの方に。そうそう、できればギルドより先にな。ちょ、二人とも、もう露骨すぎるわ。たまには売り込みもしとかねえとな。営業活動は大事です。わかりました、もし困ったことがあったら遠慮なく相談させていただきます。そうだ、皆さんはこんなものはお使いになりますか？警察の方には不要かもしれませんが。これは市内の地図みたいですね。先月から観光客向けに取り扱っている商品なんです。よろしければ皆さんも使ってください。これは確かに市内を見回るのに便利かもしれません。ハロルドさん、ありがとうございます。活用させてもらいます。大したものではありませんが。それでは私はこれで。皆さんもお仕事頑張ってくださいね。すごくいい人だったな。そうですね、お人よしのレベルはロイドさんに匹敵しそうです。あのな、ま、それでも貿易商をやってるくらいだ。ただお人よしってだけじゃ務まらないと思うけどな。でもハロルドさんは地場産業ときちんと協力しながら堅実に商売しているみたいね。クロスベルの貿易商は国際取引で荒稼ぎをする人が多いって言われているけど、そんな中では貴重な存在かもしれないわ。なるほど、ああいう真っ当な人もいればルバーチェ商会みたいなのもある。
それが今のクロスベルか。ええ、そうね。だから今のクロスベルの全てがダメってことはないと思うの。ああ、俺もそう思うよ。さてと、昼過ぎか。このまま次の目的地に行こうか。ええ、セイウルスラ医科大学ね。確か南口方面ですよね。ああ、このまま南にまっすぐ抜ければバス停がある。30分ごとにバスが出てるって。そいつは便利だな。まあいい、とにかく行ってみようぜ。ああ、医科大学か。やっとセシル姉に会えるな。
次の発車時刻は10分後ってところか。待っていればすぐに来るわね。ウルスラ病院か。行くのは久しぶりだわ。ああ、俺もそうだよ。本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど、毎日忙しかったからな。あら、病院に行くってどこか具合でも悪いのか。いや、知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど、お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか。いや、看護師をしてる人だよ。若手のまとめ役みたいで、毎日とんでもなく忙しいみたいだ。看護師ってことはあれか、もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん。え、まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。そのお姉さんいくつ。俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で、姉さんみたいな人だったんだ。美人。うん、綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服と着たか。ストライクの真ん中。いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブたちと巡り合うことができて。というわけで紹介よろしくね。あのな、はあ、男子っていうのはこれだから。ちょ、そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの？さっきから考え事をしてるみたいだけど。あ、いえ、少々病院とかは苦手で、消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。そっか。大丈夫か？なんだったらティオは。問題ありません。ちょっと苦手というだけで、嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。危ない危ない、少し気をつけなくちゃな。それに私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。どうしてそれを。ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おお、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。あくまで捜査優先だからな。来ないわね。30分経過です。おいおい、ロイド、10分後に来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても。しかし妙だな、さすがに遅すぎる気が。はあ、やっぱり来てないよな。困ったな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。あの、どうかしたんですか？ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。お、いや、何かトラブルが起こったみたいでして、一度バスの運転手から通信があったんですけど、途中でプツリと切れてしまって応答がなくなってしまったんです。それってトラブルの匂いがしますね。ところで兄さん、どこの人なんだ？ああ、僕はクロスベル市交通課の者です。一応自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど。警備隊に連絡するのもなんだし、やっぱりギルドに頼るしかないかな。みんな、いいか？ええ、分かってる。仕方ないですね。ま、これも巡り合わせだろう。あの、その役目自分たちに任せてくれませんか？え、君たちは？クロスベル警察特務支援課の者です。これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。え、君たち警察の人？そっか、雑誌で読んだことがあるな。警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。その厳密には同じではないんですけど、バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。そうか、それならよろしく頼むよ。なんだったら遊撃士の応援でも頼んでおくかい？いや、多分大丈夫だと思います。みんな行こう。ええ、おうよ。了解です。
あれは、ちっ、やっぱり予想通りか。なんでこんな時に魔獣が。あー、エイドスよ、どうかお守りください。大丈夫ですか。あ、あんたらは。警察の者です。撃退すっから中に入っててくれや。はい。珍しいこともあるもんだな。あんたらよくやってくれた。いや、助かったよ。一時はどうなることかと。いえ、無事でよかったです。今の魔獣のせいで足止めを食らってたんですね。ああ、そうだけど、その前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが、そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか。ああ、バスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。この様子だと復旧にはまだかかりそうね。一旦町に戻って交通課の人に報告した方がいいか。はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしかねえかもな。おい。そんな、まだいたの。さすがにまずいな。おい、ロイド、カッコ撃破に持ってくぞ。さすがに全部は相手にしてらんねえ。いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。ちっ、それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。うりゃな、よっしゃ。あ、行くわよ。です。なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい。うん、私は別に。なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。ああ、その君たちは。いきなり現れて混乱させちゃったみたいね。はじめまして、私はエステル、エステル・ブライトよ。僕はヨシュアと言います。遊撃士協会クロスベル支部に正式配属になったばかりです。やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察特務支援課に所属するものです。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって。あなたたちも結構やりそうだし、余計なお世話かなってちょっと思ったんだけど。いや、正直危ないところだったよ。俺はロイド、ロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダイルです。うっす、ランディ・オルランドだ。
ティオ・プラトです。ロイドさんに、エリーさんに、ランディさんに、ティオちゃん。あれ、ティオにロイドって。ちょっと面白い偶然だね。私たちの名前が何か？ごめんごめん。ちょうど知り合いにティオとロイドさんがいたから面白い偶然だなって思って。もちろん全然似てないけどね。はあ。そういえば動力バスの方はどうですか？どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。その、よかったら少し見せてもらえますか？ひょっとしたら何とか修理できるかもしれません。お、本当か？そういえばヨシア、飛行船の操縦とかできるもんね。簡単な整備ならお手の物か。いやー、さすが遊撃士、いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。なあ、ティオスケ、お前エンジン修理とかは？いえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。そういえば、あなたたちはどうしてここに？私たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか？いや、そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。この先の病院、聖ウルスラ医科大学でしたか？へー、そんな場所があるんだ。それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない？それはせっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね。できればお近づきの印に。ああ。それじゃ、エステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。うん。君たちの方も気をつけて。そういえば、特務支援課だったっけ？確か遊撃士と似たような仕事をする部署って聞いたけど。まあ、あながち間違いではありませんね。そっか。なんだか嬉しいわね。嬉しいって、そりゃまたどうしてだい？だって似たような志で仕事をしてくれてるんでしょ？それって要するにお仲間みたいなもんじゃない。今後ともよろしくね。こりゃまた。お人よしさではロイドさん以上ですか？なんだか眩しいくらいね。ああ、こちらこそよろしく頼むよ。しかし、動力者といい、なんとかネットワークってのといい、クロスベルは進んでるわね。てっきり私、リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあ、リベールも技術先進国だけど、伝統を大事にする傾向があるからね。それに動力ネットワークに関してはエプスタイン財団の肝入りみたいだ。その意味では今一番動力化が進んでいる場所はこのクロスベルかもしれないな。なるほど。ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうね。そうだね、エステル。寂しい？あんな形だったけどちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな？大丈夫、きっとみんな元気でいるさ。誰の話だろう。私たちと同い年くらいだけど、相当高位の遊撃士なのかしら。ああ、間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。そうですね。
私たちが苦労した魔獣はあっという間でしたし、今後はあの人たちも商売敵になるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売敵というよりいいライバルって考えておこう。その方がやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。まあそれでもあのハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそうではあるかもな。それは確かに。まあ気の持ちようってことさ。せっかくの彼らの行為だ。このまま病院まで行かせてもらおう。また徒歩ですけど、まあ仕方ない展開ですね。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。ここが医科大学か。なかなか立派な施設だな。聖ウルスラ医科大学、大陸有数の総合病院にして医療研究機関として有名ですね。そんなに有名だったのか。確かにバスの本数が多いあたり利用者はかなり多そうだけど。もともとは医療先進国であるレミフェリア公国の協力で設立されたと聞いているわね。周辺諸国からも重病人を受け入れてるって聞いているわ。おっと、ナース服のお姉ちゃんたちがいるじゃん。いやー、眼福眼福。ランディは元気だな。今までにも何度か車で訪れたことはあるけど、やっぱり徒歩で来ると結構な距離だったわね。ティオ、さすがに疲れちゃった？アルモリカ村ほど遠い距離ではありませんでしたし。ならいいけど、あんまり無理はするなよ。ええ、ご心配なく。それよりロイドさんはお知り合いのお姉さんに会わなくてもいいんですか？そうか、それもあったな。ほらほら、ロイド、とっとと会いに行こうぜ。なんでランディがそんなにテンション上げるんだよ。まあいいが、セシル姉だったら話も通しやすそうだし、病院の受付で呼び出してもらおう。よっしゃそれじゃあ正面の病棟に入りましょうか。